竹山線とは、戦前から戦時中及び終戦直後にかけて、湘南電気鉄道京浜電気鉄道東京、急行電鉄京浜急行電鉄が、神奈川県横須賀潮屋部と、絹笠境町にまたがる付近から道林にかけて、計画及び一部着工した未成線である。もともとは、湘南電気鉄道三浦半島西部線の支線として、計画された路線である。 しかしながら、現在の三浦市内での用地買収が難航したほか、計画用地が起伏に飛んでおり、なおかつ三崎から寿司にかけての沿線は、当時まだ人口が少なかったため、西武線、竹山線ともに計画は消滅した。1931年には、泉駅付近と林地区を結ぶ横須賀軌道が申請されたが、バス路線があり軌道は不要であるとして却下されている。 1941年に太平洋戦争が勃発すると当時の陸軍の施設や駐屯地などが林地区にもあったため横須賀線横須賀駅から木の笠駅を経由して林へと通じる何らかの交通手段を必要としたこのため三浦半島西部線と共に計画段階で消滅した竹山線を建設せよと京浜電気鉄道に指示したこの竹山線は 完全に兵員輸送のための路線計画に変更されたため明らかに採算が取れないことは当時から分かっていたが軍部の指導とあっては京浜電気鉄道も飲まざるを得ない状況であった。1945年に太平洋戦争が終結、日本が敗戦となったことで竹山線の建設は完全にストップした。これは大東急の路線が旅重なる空襲で甚大な 被害を受けたこと、資材が軍に優先して流れたため、トンネルを掘っただけで、路盤工事や線路の敷設ができなかったこと、1948年に大東急が分割され、竹山線の免許は、京浜急行電鉄に引き継がれたが、京急自体も、戦争の傷跡が生々しく、減損する電車と既存路線の保守で、ギリギリの経営が続いたことなどが挙げられる。結局、 竹山線自体が兵員輸送を目的とした計画線であったため、京急としては建設を続行するメリットがなく、敷地用地を神奈川県に売却した。神奈川県では横須賀市中心部と三浦市を結ぶ主要道路用地として、鉄道用に掘られたトンネルを利用しつつ、神奈川県道26号横須賀三崎線の一部として開通させた。 京浜急行バス絹笠営業所、ありがとうございます。